じめまして、ガンプ鈴木です。私は人力車の旅人です。去年はアメリカのルート66を旅してたんですけど、テキサスに行ったところでコロナウイルスの影響で一時帰国をし、現在は浅草の方で人力車の仕事をしています。しかしあまりにもお客さんが少なかったんで、この時間を使い日本を巡りたいなと思いまして、今回東北縦断旅に出ることにいたしました。それでは盛岡市に入りました。今から行く場所がなんとびっくりドンキー発祥の地らしいです。びっくりドンキー発祥の地が盛岡にあったと思えへんかったんで、あ、すごいびっくりドンキー感ちょっとあるな。やっぱびっくりドンキーっていう名前じゃないねんな。名前がベル、鈴木やからなんかちょっと相性ええかもしれんな。ベルやし鈴木やし、わかる意味わかります。リンリンの方のベル。あ、そうそうそう。あ、え、これがびっくりドンキー様。びっくりドンキー、お家でドンキー。お家でドンキー、すごいな。まあ、最近はね、看板。あ、ほんまや。あ、これが照明やな。ご存知でしたか、ベルがびっくりドンキーの1号店なのです。え、じゃあなんでびっくりドンキーって名前になってんの。え、これびっくりドンキー1号店なんですか。そうです。でもベルって名前なんですけど。え、ちょっとベルからびっくりドンキーになったの知りたいな。ちょっと1968年の12月、この盛岡でハンバーガーとサラダの店ベルとして13坪の小さなお店から始まったということです。で、1971年にですね、ハンバーガー主力商品をハンバーグに切り替えて、その時にびっくりドンキーという名前にしたそうで、このびっくりドンキーの由来が、びっくりドンキーこれ驚いたロバって意味らしくて、あー、確かにアメリカでロバのことドンキーって言うの。なぜロバなのかっていうところが、創業者の魂がこもってる。ロバに何か思い入れがあったのかな。かっこいいとかスマートとか絶対に言えないロバ、目には優しさが満ち、どんな時でも一生懸命に頑張る、そんなイメージがある。そのロバにちなんで、ノロマでもいい、たくましく育ってほしいという気持ちがドンキーになってるそうです。あ、そういうこと。それでニコニコワクワクさせるっていう創業者の楽しい思いで、びっくりドンキーっていう名前で、こう名前からもワクワクさせれるようにっていう、で今のびっくりドンキーになったっていうことです。素晴らしい。え、ちなみにびっくりドンキーっていうのはここが1号店。びっくりドンキーになってからは札幌のびっくりドンキーが一応1号店というふうになってますけど、一番最初にできたお店がここの盛岡市の0号店だ。そうです、ベルというお店。さすがでございます。ちなみにここの店員さんなんですか。いや違います、僕八戸の、八戸のお花屋さんです。そうですね、お花屋さんでお花を売っております。めっちゃ可愛い。 Thank you。 看板も可愛いな。なんかアメリカンダイナーみたいな雰囲気やな。結構派手な看板は開店当初から変わらずにそのままらしいです。店内がミュージアムみたいになってめっちゃ楽しいです。昔の人気メニューこれやったんや、シーゲル。由来めっちゃおもろい、佐藤茂さんが作ったからシーゲル。え、そんな愛な感じなんだ。でも、あ、これめっちゃ好きなやつだ俺が。めっちゃ似てる、アメリカ来たみたい。おすすめのイカの唐揚げ頼みました。食レポお願いします。ブロッコリーって結構ね、無味無臭で嫌いな方も多いと思うんですけど、うん、このブロッコリーまずホクホクです。サラダのブロッコリーと違って食べやすい。オーブンでマヨネーズでやって焼いてる分、酸味と甘みとしっかり辛みが伝わってきて、どんどん次々食べたくなる味です。ぜひ食べてみてください。食レポうまということで、あの盛岡に来てるんですけど、盛岡の大通りにてサッカーしたいと思います。じゃあもうちょ本気でやろう。おゲームスタート。え、もうちゃんとパーフェクトやろう。1番を狙ってください。あ、やばい、ズボン脱げへん。あ、やばい、やばい、あ、やばい、これズボン脱げへん、これ。あ、やばい、脱げへん、普通に。千人峠という過去一ヤバい山があるみたいで、歩いてる人に千人峠を手で表すとどういう感じですかって聞いたら、ハハハハ。ママチャリですか。ママチャリです。え、これ何されてるんですか。これ今ママチャリで日本一周。ママチャリで日本一周。東北からチャンネル登録お願いします。田んぼやばい。こんなん絶対東京にないよ。